こんにちは。こんにちは。こんにちは。さて、はい、キャッチャーのポジションって、はい、まあいろいろこうプロテクター付けたりだとか、はいはいはい、まあグラブじゃなくてミットだよね、はいはいはい、それにこだわりはあった？なんかいろいろミットはもうこだわりありましたよ。僕だって生涯であの試合用は4つしか使ってない。16年間で一番最初ちょっとおかしいね。いや初代が8年使ったんですよ。ボロボロになるだろう。だから1年に1回メンテナンスして皮張り替えたりとか。もうオーバーホール張り替えんの？張り替えたら嫌になんない？なんですなんです。もう形も変わるし。いやいや、それはもう変わらないように、変わらないいい子だったんですよ。で最後8年目にしてもう大幅なもう修理が必要やってなって、でもまあやらなきゃ使えないから、まあ、どうなるか分かんないけどやってみようってなって、うん、最後はもう元戻らなかったんで引退しましたけど、初代で8年使いました。浮気症じゃないんだ。はい、はい、一筋です。え、ちょこちょこ浮気してみたりってのはやっぱしない？しないです。しないんですか？はい、だからもう大事に使うようにもう練習と試合分けて、試合だけこのミットで練習は全部こっちでやって、ちょっと雨降ってきたらもうその日クオリティ落ちてもそのミットを使わないで違うミット使ったり、雨用とかも分けてました。その時あ、だからそういう意味だよな、ちょこちょこ浮気をしてるっていう。あ、そうです、はい、いやいや、あのこれがなくなったら困るんで。あ、まあそうかそうか。でもそう、無理なことしないですよ。試合はもうでもこれっていうのも一筋なんですね。そう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 。そんな浮気しないんだ。はい、どんなの、どこのメーカー使ってた？ Z っすよ。キャッチャーの中で、まあ佐藤の時もそうだと思うけど、畠山っていう、ああそうですね、メーカーが一番使われてたじゃない、キャッチャーは。ああ、それは何、 Z にこだわったの？なんか、いや僕はもう大学の時から Z にお世話になってたんで、うん、僕はもうそういうのを邪険にするの好きじゃないんですよ。かっこいい。そこも浮気はしないんだ、うん、はあ、やっぱり Z ずっとやってたから、別にスパイクもバットも全部 Z でやるのがもう当たり前だし、そういうギリとか僕はそういうのはもう大事にしたいんで、そういうもし仮にね、その野球道具で他のメーカーの方がいいのが仮にあったとしても、僕らはこの今劣ってるこの部分をメーカーの中で押し上げていくのも役割の一つです。かっこいい。なんか音が上げてる。いやいやいや、何かっこつけてるのと思ってたんですよ。いや、それはその通りだよ。だからこそそのじゃあアドバイザリーもしてくれてるし、だから良くしていけばいいんやって、もう生涯 Z しか使ったことないです。こだわりはどんなところに持ってた？もうこだわりはもう一つだけなんですよ。ミット年に6個7個また10個ぐらい送ってくるじゃないですか。もう手入れます。一番来た時に新品のやつを手入れます。入れた瞬間皮から僕の手に吸い付いてきてくれたら合格です。自分から合わせるのじゃなくて、グローブから僕の手にピューって吸い付いてきてくれるやつの方がこの先まで神経がいくんですよ。吸い付いてきてくれないやつはこの先まで神経がいかないんで、でだからもう入れた瞬間もうファーストコンタクトで使えるかどうかが判明するんですよ。確かに確かに。なんか硬い状態とかでも分かるんですか？僕のやつはもうペラペラにして持ってきてくれって言ってるんで。皮ってやっぱちょっと違うんだよな。ああ全然違うんですよ。同じ牛でも絶対違うんだよ、うん、あこれ縫い方の強さによっても全然違うんですよね。違うな、はい、まずそこが言ってんだよね、はい、はめた時の肌感、はいはい、向こうがくっついてくる、はい、まあ、結構ド M？ よくわかんないですけどいやいや、向こうから攻めてくるわけでしょ。いやだって道具っていうのは使って自分の能力をさらに向上してくれないといけないじゃないですか。いや、そうそう、手足になってくれない、はあ、じゃあ時にこっちが道具に合わせてるようじゃダメなんですよ。道具が僕に合わせてくれないと、はいはい、そうじゃないとパフォーマンス上がらないですよね。だからド M かっていやよくわかんない、よくわかんない。いやでもしかしたらあのグローブにいや俺に合わせろって言ってるから S かもしれないですよ。俺にそういう考え方もあるだから僕メーカーに言ってたんですよ。もうとにかくここをとにかく柔らかくしてくれっていう、この閉じるところ、はい、ここが柔らかかったらもうすぐ閉まるんで、ここが硬いと閉まらないじゃないですか。で僕はもう柔らかい座布団みたいなやつが好きだったんで、ちょっとやっぱ使い込んでくるとへたりが早かったろ。そうそうそう、だから年一で修復していかなきゃいけないんですけど、でももうそうしたらもうあとは型なんて考えなくてももうまあ、手がフィットした瞬間にそうなりますよ。まあ自分の手と同じような感覚で使えるということだよね。金重に聞いたら、はい、ここをこうするんだって、はい、こうやって曲げるんだって、なぜかというと、取った時に全部芯で取れるわけじゃないじゃない、はい、全部ここの芯に入ってきてくれるっていう。そしたら
こう盗塁の時とかにもうある位置がボールのある位置がもう一定してるから、うん、そういうこだわりを持ったって言うんだけど、うん、僕こうやってやってたんですよ。ああそこを潰してたな、はい、僕こうやってやってたんですよ。こうやってよくやってたよな、はい、受ける前に、はい、こうやってやるとこうなるじゃないですか、はいはい、そしたらここに全部来るんですよ。こっちに当たっても、うん、こうカーブつけてるんで、うん、こういう風にだからこうずっとこうやってやってました、うん、それはやってたな、はい、そしたらここ全部ここにポケットにポケットに転がってくる、転がってくるんですよ、うん、どこに当たっても。はであと多分キャッチャーもこう取るかこう取るかによってどう取るの。僕はこうっす。こうだろ、はい、でもこうの人もいるんで、シゲはどっちかってこうじゃないの。キャッチャー多分みんなこうだと思います。こうだと思います。こうだと思います多分。シゲさんそうでしょ、はい、僕こうって言ってたんですよ。いや内野手でもいるのよ、はい、こう取るのとこう取るの。へえ。俺はこういうタイプ、うん、シゲさん多分こうタイプだから多分ここをこうやってこうやって取っちゃうんだと思うんです。ここを潰してね、はい、うん、僕こうやって取れないですもん。こうやって取っていいと思う。こう絞る感じだ、ね、あでもこうやって取り方全然違いますね。こう、こういう人もいるんですよ、はいはい、こういう、うん、僕はどっちかというとこういうタイプなんで、うん、へえ。だからもう親指骨折して変な形でくっついてるらしいです。あ、そうなんですか。そこまで知らんもん。へえ。だからそんな感じですね。それでさ、うん、受けてて、うん、すごいなっていうのはこう前回っていうか、あの上原って言ったけど、まっすぐがすごいっていうのは言いた。僕でもスピード感一切見ないんですよ、うん、球場の、うん、だからその日によって変わりますよね。でもそんなにまっすぐがこいつすごいなって思ったピッチャーいない。はい、あ、だって来るって分かりますもん。だからキャッチャーの感覚ってそうなんだ。CM も言ってたんだ、うん、同じ質問したんだけど、はあ、まっすぐがすごいって感じたピッチャーいないんですよ。だって来るっていうのが分かるから。だから打席だったらって言ったら話が全然変わるんで、うん、やっぱキャッチャーってそんなもんか。あ、タイミングが取れるんで、取る打席ってタイミングがすごい難しくないですか、うん、そう、それが一番だから、ね、はあ、だから、うん、キャッチャーって面白いね。面白いですか。文句しか言われないですよ。文句しか言われないけど、ゲームを操ってるのはキャッチャーだよね、うん、やっぱピッチャーのシグナル、うん、まあ首は振られるかもわかんないけど、うん、でもここあったらあっちに飛んでいく、あっちに飛んでるポジション見てもうちょっと寄ってくれとか思うでしょ。だからもっとみんなにキャッチャーやってほしいですね。キャッチャーの大変さを分かってほしいですね。この、大変さも分かるけど面白さも分かってほしいだろう。最初に面白さ分からさないと。いや、面白いですか。勝ってる時だけです。もう、はい、初戦3カード初戦10点取られました、2戦目も10点取られました、うん、3戦目もう憂鬱でしかないっす。まあそうだよ。いやでも、分かる分かる。だから完封したらバッテリーでは呼ばれないからね、うん、ピッチャーだから、ね、打たれたら、ね、次の瞬間キャッチャー、うん、あいつバカだとかさ、うん、あいつのリードかとかさ、キャッチャーのせいになる。しかもね、配球でもあれしろこれしろって言うんですけど、いやそんなの分かってるけどこいつ投げれませんよ。その時はどうすんの。はいって言いながら投げれるかって思うの。いや投げれませんけど、いいんだったらやりますけど試合壊れますよって聞きます。かっこいい。あー強い。かっこいい。普通はやれって言われて、はい、危ないなと思ったら普通の人はやらへんって言われてても、うん、はい、佐藤はすごい打たれると思っててもやり続けて、そして打たれて笑ってるっていう。そりゃしょうがない。言われたことこれ絶対打たれるなと思ったけど、うん、言われてるからやるもんね。で打たれるじゃん、はい、ほらねと思う。だって一応言ってんだもんな、うん、試合壊れますよって。そうそればっかり言ってます。他やんないですよ。振らないですもん。はでも佐藤さん、うん、そういう時ってまあまあキャッチャーってリード任されるわけじゃない、うん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 、でまあ一応データがあるじゃない、はい、弱い、はい、強いとか、はい、ありますはい、感性大事にする、それともそのデータ大事にする。僕はもうスコアラーの人に言ってたんですよ。僕が座って僕の感性が事前にやってたミーティングと真逆の位置に反した時に間違いなく自分の感性選びますって言っておきます。
やっぱり谷繁もそう言ってる。数字とどっちを大切にするかって言ったら、いや僕はやっぱ感性大事です、その日のゲームの感性も大事です、そんでないとスコアラーのせいにしだしますから成長しないです。それがもしうまくいかない時もありますよ。うまくいかなかったとしてもまたそれも勉強なんで、やっぱねキャッチャーで喋れてるやつってやっぱ感性なんだよね。あ、そうなんですね、完成されてます。うまい。落とします。